そしてこちら XJAPAN ツアー日本公演完走。 XJAPAN が世界ツアーの日本公演最終日を横浜アリーナで迎えました。リーダーの吉木さんが5月に頸椎椎間孔狭窄症の手術を受け、一時は開催が危ぶまれた日本公演ですが、初の全編アコースティックライブとして予定通り大阪横浜で6公演が行われ、7万人を動員しました。 MC 中にはファンからのリクエストに応えて即興で X を披露しましたが、やはりまだ成し遂げなきゃいけない、やらなきゃいけないことが残ってるというか、まあそのね、世界の壁とかって言い方をさせてもらいますけど、まだここで倒れるわけにいかない、まあ何度も倒れてますけど、まだまだ立ち上がってこなきゃいけない、這い上がってこなきゃいけないと思ってますけどね、そして目覚ましと YOSHIKI さんのコラボ企画レディース X のオーディションも再開。YOSHIKI さんはなんとライブ後にオーディションを行うほど精力的。この模様もまた後日放送します。